ビジョン・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストは南砺市旧稲見町出身元テレビ朝日アナウンサーで現在はフリーで活動中の 松井康正さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、お久しぶりですという言い方を、ね、してもいいんでしょうかねお久しぶりですよねただ次前回いつでしたかというのはちょっと <laughs> <う>はっきり覚えてはいないですけどね前回まあこの番組でということになると去年の8月そうです、ね、松井さんがはい、はい、まあ。 趣味の域を超えてもすごい収集家であるプラモデルのコレクション展をねふるさと稲見で開催された時に、ねはい、まあ電話で出演してくださいよという私の無理を聞いていただき、はいはい、電話のリポートプラスなんとそばには石坂浩二さんもおられたう前その日が石坂さんが稲見町に来てらっしゃる時で,、はいえー、で聞いた時間帯だとちょうど体験で木彫りのスプーンを 作ってる時時間間だねそののオンエアはと一応石坂さんにこれこれこういうのあるんですけどどうですかって本来は石坂さんクラスになるとプロダクションとかマネージャーさんとかいろいろ許可取りがあるんですけど「いいよ」って言ってその場で決まってしまったという。途中で電話変わって私「え本物の石坂浩二さんですか?」っていうそんなやりとりはありますね。よくねテレビにんかおどっきりみたいな企画ありますけれどまさにご本人ではい。 まあそんな出演もしていただいたり、まあ、今回も富山でちょくちょくお仕事をしていらっしゃる、まあね、東京と富山との2拠点生活ということで、はいはい、富山にも、ね、ちょくちょく帰っていらっしゃるのでちょうどそのタイミングだったのでじゃ今度は KNB ラジオのスタジオに来てくださいということで来ていたただきました、うん、憧れの本 <laughs> 本当ですか本当でですすかよ<え>これ私あの、うん、高校時代に人生の最高目標は、はい、KNB のアナウンサーになる 倉田さんに憧れ、相本さんに憧れ、で絶対なりたいって思って、だから大学に行ってアナウンサー試験を受けるのはもうそこから始まってますから。あそうですか。その時 KNB の募集はなかったんですかね。えっとですね、話せば長いんですけれど、今日十五分しかないですね。ないですね。あの七年間なかったんですよ。ちょうどそういう相本さんの後。はい。 だからどんなに優秀でもどんなに下手でも募集がないから,らだからその年にあるかないかはギャンブルなんですよギャンブルというか運ですよねすよたまたままのタイミングでましてや富山テレビさんなんかもっとなくて、ね、チュリップテレビさんは存在してなかったんですからすよ、ね、だから KNB のアナウンサーとにかくなるためにということで大学の在学中にアナウンス学校も通って、はい、で富山弁バル出しだから受からないと思って、うん、休学、まあ、自主留年して1年ダブって。 で3年生を2回やってそうやらないとダメだと思って、ええ、一生懸命アナウンス学校帰ってる時に、うん、今年募集しますすっって出ちゃったんですよ、はい、つまり私2回目の3年生やってる時なので目の前真っ暗ですも。もしかしてそこで留年をされなければまあ受ける資格があったんですがあら要は4年生にならないと、うん、っちゃったので卒業、まあね、絶対できないので,あ<ら>で目の前真っ暗。 だから KNB を物理的にもう7年に1回だったので,でたまたま受かった人は全く私の同じアナウンススクールの同輩といいますかが受かってたんですけどでそれからもう目の前真っ暗だけどでもまあ何があるかわからないしと言って4年生になってでアナウンサーの試験を東京でまあ受ける前にまずキー局の,あのセミナーみたいなものがあ,あ,ありますねアナウンスセミナー。そ,うですでそれを受けていきなりテレビ朝日で まあいわゆるあお互いのないてというようになっちゃったのでうわ素晴らしいえっていうだってテレビ朝日見たことないですからねあの時富山県民はね知らない曲テレビ朝日はもう見たことないですものね大学生活もテレビようやく買って見てるような状からうちの番組は何を見てますかとか言われてもえっとえっとみたいなよく受かりましたねですね でそんな感じでテレビ朝日に決まったのはいいんだけれど富山県に一切映らない一番入っちゃいけない曲に,にあらじゃあご両親はうちの息子アナウンサーになったんだけれども富山で未練がいねっていうそんな生優しいものではなくてなくテレビ朝日に決まったって電話した瞬間に母親の大なんだったと思います、はいうん、おめでとうではないってことですねそうですあ,あんた帰ってこんがん<っ> <laughs> なんですから私も帰ってくるために富山県で就職するために富山で就職するに一番やりたいのはアナウンサーだあの小学校からアナウンサーやってたので校内放送でもアナウンサーやって放送委員長もやってみたいなことやってたのでだからとにかくなるようになるしかないと思ってテレビ朝日に泣いて10月にしたんですけど後日談があってその1か月後ぐらいですかね KNB が2年連続採用試験をやったです。 もうね、本当ですか。もう戻れないですよ。僕はもでもまあ冷静に考えて、はい、テレビ朝日で、はい、受かっていらっしゃるから、はい、まあ K.N.B. はないなと思いますけど、はい、その順番が逆だったらね。そうです。こう私の上司だったり先輩だったりする可能性はあったわけですね。すねだから同期とまあ同期と同期が実は K.N.B. に入って。うん そそそれこのと僕何度も KNB さんにもお邪魔したりしてますしその人間とよく会ったり飲んだりもいろいろしてましたし残念ながら今その2人はいらっしゃらないんですけどまあ別の別のねところに行かれたり別の仕事にねなられたりして2年3年ぐらい先輩ですからよくわかりましたそうなんですあここまでお伝えしたところでそうなんです松井さんは私の高校の高尾高校の3学年先輩2学年じゃなくて3学年3学年になるんですね先輩ででで。 東京工業大学といういわゆる理系の大学からテレビ朝日のアナウンサーになられたということでそれはなかなかレアなケースだったというふうにアナウンスを目指す者たちの間では噂されておりましたがで今おっしゃったようにね、えー、テレビ朝日に入社されてそれ以降は私は東京で学生時代を過ごしているので松井さんが、まあ、いろんな番組で活躍しておられる先輩として見ておりました。はい、はいで あのミュージックステーションとか、ね、ニュースステーションとかね、はいはい、看板番組を担当して,おられて入った途端にでしたからね。そうなんですよね。もうびっくり経典でした、うん。で、だって普段はまあアナウンサー目指しておられたとはいえ、そういう理系の高工,工業大学。そうですね。だから男性だから野球実況だと思ってたので。うん それがいきなり華やかな世界まあ野球時期も華やかですけれどでも芸能人の,のまさか歌番組でタモリさんと,と <laughs> こんばんはタモリですこんばんは松井康正です今日は光源氏の皆さんですん初登場ドリームズカムートルーの皆さんですってやってたんその時代ですよねそういう時代ですでまあそういうお仕事を経てで報道記者としてもね活躍されて、はい、特にあの2011年の 1月にちょうど記者になっておられたその年の3月に3・11ということで実は記者になったのはあとなんですアナウンサー時代ですにもうすでにそういう勉強をそうですねのところ25年も経ってましたので私デスクをやれと言われましてアナウンス恐らくね逃げまくってたんですけど現場の仕事ができないですだけれどどうしてもていうことになってなった瞬間にじゃあしょうがない自分をシフトできるなと思ったので。 で25年間番組にずっとついてたんですけど、うん、初めて自分の好きなことができると思ったので原発事故がもしも起きたらどうなるかということを自分で取材しようと思って<ー>でアナウンサー時代に自分で企画書を出してそういうことをやったということですね。うん 東日本大震災が起きる前に、はい、ご自身が関心のあるそういう、えー、原発のことなどを勉強し始めていたら、ねはい、まあ3月11日にあの大、はい、地震が起きたっていうことで,、はい、でその後は私やっぱり松井さんがその原子力発電原発について詳しい、まあ、記者の立場で解説をされたりとかそういった。 あの活動はやっぱり拝見していたのでは、先輩だけどね。はい、同じアナウンサーのこの仲間だけど、わすごいなっていう。その取材に基づいてしっかりとこう。解説してる姿を見て、これは見習いたいなと思った記憶がありますね。はね本当に1月ぐらいから集中的に東京電力に通って、うん、最初はものすごい警戒されたんですよ。よ、はい テレビ朝日朝日の名の付く人が何か取材したいというのは揚、うん、げ足取ろうと思ってるじゃないかみたいな、はい、で「テレビカメラもありません勉強なんです入れてください」って言って、うん、まあ何度か。 ようやく交渉して入れて入れてもらってというか候補の方に会って、はい、でそれからいろんな何回か取材をして打ち解けてというかうん、うん、でそれで柏崎刈羽原発に乗り込んでいったりと入れてもらったりとか、はい、で6か所村の核燃料サイクルシステムに青森の、はい、そこに3月10日と11日に行って、はい、私青森の6か所村で被災してるんですよ震度7に。 たたたたままままそのですね、うん、だからなんで私みたいな人間がこんなタイミングでこんなことをなってもらうんだろうと思ってまあ何とか飛んで帰ってテレ、うんはい、ビ朝日ですね、うん、その時点でやっぱり2か月集中して原発のことについて取材と人脈もあったので、うん、まあそこからガラッと生活が変わっまあ当たり前ですけどね、はい、という感じでしたね。うんまあ、そんな 『ミュージックステーション』の華やかなものから、えー、報道番組そして報道記者としての、まあ、解説もできるジャーナリストとしての、ね、活動もしながらそしてもう人生もういろんなことがあるので語り尽くせないので一気に飛びますけれども、うん、まあこの去年の春に、えー、テレ朝の生活を終えられて。 38年38年の3月生まれなので、うん、ちょうど60歳あの誕生日月の月末が、はい、一応定年なんです。じゃあちょうど3月末でまあ一応素敵な会社なんで継続はもちろんあるんですけれどやりたいことがあるのでありがとうございました辞、うん、めますと。はい、やめました で今は東京でのお仕事、はい、そして、はい、まあご実家のある南都市の稲南にもオフィスを構えられて、はいねはい、いろいろお仕事を両方やってらっしゃるような。その通りです。はい、どうですかこの二拠点生活というか二拠点仕事というのは。いやあのめちゃめちゃ充実してますね。楽しくてしょうがないですね。はい、これは本当です。はあ、ただあのこれあんまりゲス話してお給料が三分の一ぐらいですかね、うんうん、今。 これ私ちょっと個人的に聞きたいんですけどやっぱしょうがないところがあって東京でも当然私ホリプロに契約してるのでそういうイベントの司会なども当然とか公演とかもあるんですけれどそういうところはまあまあそれホリプロですのでというですが富山でいろんな方からお願いされると富山県相場というのがありましてそれはもうはい分かりましたというような形です。 富山と東京と両方を拠点にお仕事されていて楽しくてね仕方ないという話でしたけど、そういう働き方をしようっていう考え方はどんな思いから出てこられたんですか？<の>いろんな選択があったからもちろんありますけど、うん、でも大本はやっぱり僕はあの就職は富山県にするつもりでした。あそこに戻る。必ずそこに戻るんです。<ー>東京はもちろん素敵なところだけれど、うん、生涯を過ごすところではなくて、はい、で60歳になる母親も地元にいる。うん でせめてな何か東京でチャラチャラはしたつもりはないんですけれど、はい、いろんな人脈なりもいろんなものが持って富山県南都市そして稲見町ですよね、はい、のやっぱり何か最後力になれればいいのかなと思って、うん、だから5年ぐらい前から55歳ぐらいに、はい、もう帰るつもりだったんですけどすいろいろ調べ始めて、はい、でいろんなことを動き始めてということです、はい、稲,稲見町のことを調べていったんですけど、うん、びっくりしたのが稲見町が今大きく変わりつ,つあるんです。はい 若手の三十代四十代の経営者の民間の経営者がグループを組んで、はい、その方々のいろんな動きにこうして、うん、日本中から若い人たちがアイターンで集まるんです、はい、アイターンということは縁もゆかりもない方が来られるといことですよね、はい、起業するんですしかも何年稲見で稲見町です<ー>それが申し訳ないけど福満とか福野とかではなくて、うん、稲見町に来るんです、うん、あ、そうなんですか、はい びっっくりしたんですけれどあのういう方にも会っていやねナ波とか高岡でやった方がいいんじゃないのパン屋さんとかおいしいパン屋さん高岡でやった方が人口おいしいんじゃないのとかビール屋さんあのナットブリューっていう、ね、その地ビールを作るいやいやそういうのもいいんじゃないの」って,って「人口向こう多いよと」とうち8,000人しかいないよって言ったんですけど「この街が好きなんですこの街の皆さんの取り組みが好きなんです」って言って引っ越してきてだから奥さんと子供も一緒に連れて引っ越してきて これは南都市にとってはもう一番望ましい姿ですよね家族みんなで蓋を開けてみたら稲見町の人を相手にもちろんしてたんですそうじゃないです都波市や高岡市や金沢から噂を聞きつけて集まってくるんですねそうなんですねだから普段稲見町で見たことないおしゃれな人たちがでちゃ怒られるんですけど若い女の子とかが来てえって思う人たちが今稲見町にいるんですよそれを 私ここで放送局にいながら知らない情報が多くて今松井さんから教えてもらってるっていうのもあれですけど、はい、そういう地元のこともいろいろ調べられてで肌で感じて、はい、あこれはここで仕事をするのもいいなっていうふうに仕事というよりも彼らのと一緒に手伝い、はい、手伝いというのはね逃げ道になっちゃうんですよ。 と言ってど真ん中に入っちゃうと、三十代四十代ですごいプロジェクトが今動いてるのに。特に六十歳が来ちゃうと、絶対相手は嫌だと思う。まあ、嫌とは言われませんけれど。まあ、そこの兼ね合い難しいですけど、まあ、手伝いというか、まあ。サポートというか、支援。というかそういう形で。ちょっと関わ僕のネットワークで、何か取材とか受けたら、もう稲美町はこうです。例えば、今日のラジオ。はまさにそうです。そうです。あの稲美町は、本当に、あの、ただ、交通のアクセスが悪いんです。あの。 公共アクセスがないので,ああでただ富山県民はね、はい、車社会なので何の問題もなくスッと行けるんですけれど、はい、東京からとかあるいは世界からとか、うん、日本中からの人たちが新幹線で富山行くまではスッと来るんですけど、はい、その後南町に行けないんですよ新高岡までもスッと来られるんですけど、はい、その後の公共交通機関をどうするかというところですね、うんはい、でもある程度そういうところだからこそ、うん、知る人と知るで あの静かな門前町随善寺という本当にいいお寺がありまして彫刻が見事です。はいはい、ああ本当そうですよね。あの南行くと木彫りの音がねいろんなところから聞こえてきたりとか。はい、その通りです。いい町ですよね。いやなんかもう市役所の広報課長どころかもっとなんか <laughs>。 ににすぐそれはもう地元の人たちがずっと気づいてきたものがあるわけですからでもそこをフィルターを通していろんなところに伝えるってこともそれこそさっきちょっと出た石坂浩二さんをお迎えしたのも僕は地元の町がこうでこうでこうですよって聞いたらものすごい興味を示されて「松井君行きたい!」と言って奥様と一緒にいらっしゃったんです。これれは嬉しいそで良さを で、<う>また口コミで広がってね。そのですあの時、帰りうん、うん、富山駅までお送りして、うんはい、富山駅の改札で、ありがとうございましたら。はい、来年また来るって言われたんですよ。嬉しい。うん、<laughs> そうですか。えー、よかった。は,<ー>はい。でも、そうやって。 松井さんが学生時代から思い描いていたふるさと富山で、まあ、働きたいっていうのは多分富山のためになることをしたいってお気持ちもどこかにあったのが今こうやって60で定年を迎えられてある意味形は違えどもそこ同じじ思いいいがなんか貫ててるっていう感じしますよねもうとにかく今まだ第二人生スタートで動き始めた、うんはい、今は 人脈作りという言葉がいいのかわからないんですけど、うんはい、こうやって KNB さんに入れてもらって、はい、このままね、うん、ラジオに出るなんてまあ素敵ととや,いや嬉しいですねでもこういう、はい、こちらとしてもねそういういろんなことを知っている人がまた富山のことを伝え富山の若い人たちをまた後押ししてっていうのがね松井さんはもちろんですしそういう人がもっといっぱい動いてあの活発にこう動きがあるっていうのが。 まあみんんななな求めてることなんじゃないかなあの稲美町っていう町は昔から木彫りの彫刻なんですけど、うんはい、全国からそういう技師を集,集まってくる町なので<ー>あ,のあえて「よそ者」っていう言葉を使って全然構わなくてよよそそ者がたたくさんん入ってきててきき作り上げてきた町なんですよ、はい、歴史的にうういう場所だ,った、はい、だから今も全然変わらないですよってよそからいらっしゃった方はどうぞだからあの木彫りの弟子の方もうん、うん、稲美町のお父さんが木彫り師だから、はい、私も木彫り師って方は実はかなり少なくて。うんうん いいろんんなとこからいらっしゃるんですよです、ね、やりたいという思いを持って、ねはい、集ままって,きておられますもんね松井さん、もう1時間番組作れるぐらいの勢いなんですけどそろそろお時間が近づいてまいりましたので最近では能登半島地震の後実際、はい、にこう現地で取材されたりとか、はい、ジャーナリストとしての活動も続けておられますしこれ、ね、実は取材ではなくて、うん、これは実は完全なボランティアで。 人に頼んでボランティア団体の仲間のメンバーとして入ったので取材ではないんですけどまあその行く過程でスマホで写真をちょっと撮らせてもらったりボランティアをしながらお話を聞いいたととうことですね、はいはいまあ、それをまた、ね、いろんなテレビの番組などでも、ね、発信しておられますけど、まあ、これからやりたいこと、まあ、今スタートしたばかりなのでたくさんおありだと思いますがこれからやっていきたいことそしてまあ富山への思いも最後に語っていただければと思います。あの富山県の方は なんですね、自信がないというかいいものがあるのに分かってらっしゃらないっていうのが、はい、稲見町に「環状寺公園」「高原」って昔行ったんですけど、はい、そこに上がってそこから見た風景三拠村の風景はもう,、はい、もうひっくり返るぐらい素敵なんですけれど、うん、地元の人は「何けこんなもんいつも見とんない池でこれは大変ですよと」と、はい、それこそ石坂さんなら他の方も「うん、これは何?」と「えここタダで入れるの?」だからタダなんで駐車場もタダなんですよ。 南町の人はここ車で五分で上がれるところにそれがあるうん、うん、だから当たり前だと皆さん思っていることが実はとても素敵なものがいっぱいあるので、はい、もっと皆さん自信を持ってやってほしいな、はい、それを私たちがより気づきを何かうまく間に入ってそして全国の人たちにうざーっとたくさん来てもらっても困るので、はいはい、そうですねそれを理解できて感じられる人たちが、はい こう思いを持って、<く>ね、そしてまたリピーターになっていたり、うん、口コミで広がるのが目的で、うん、何かねワッとやってワッとってきてワッ、ねはい、と来てワッとなくなるのは全く求めていないので、まあそんなお手伝いがと、うんまあ、はい。じゃあまたぜひこの KNB ラジオにもお越しいただいて、はい。 まあ先輩後輩トーク今日はちょっと固めのお話になりましたが <laughs>、はい、今度は脱線、OK、のいいたただければいつでも来まますので <laughs> えまたぜひ来ていただければと思松井さんねこうやってなんか60定年されてこれからどうしようかなっていうねそういう同じ世代の方にとってもあこうやって思いを持ってやってる方がいるんだっていうのは勇気にもなるしあ俺もやってみよう私もやってみようっていう方もたくさんおられると思うのでそういった意味も 込めてまたぜひぜひあの番組にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今日のゲストは元テレビ朝日アナウンサーでえー、なんとし稲見ご出身の松井康正さんでした。ありがとうございました。